先々月からの事務所の家賃と電気代と。そろそろこういうぐうたら男は放り出した方がいいと思います、旦那。もしかして京一郎さんはお仕事をしないとここにいられなくなるのですか？もしもし、どんなお話になっているんでしょうか？いいから黙って何でも仕事しろ、ぐーたら探偵。まどかさん、京一郎さんがご心配なんですね。そんなんじゃないですって。そうなのですか？私はとても心配なのですが。どうしましたか？ご無事ですか？してます。頑張ってください、京一郎さん。なんでこんなぐうたらに育ってしまったのやら。どうも、待ってましたよ。でお話ししたかと思うのですけど。そうです、そういうお仕事なのです。まずは3日間の期限でお願いしたいとのことなのです。贅沢を言っちゃダメですよ。京一郎君にもお願いできそうな内容なんですから。
ごんでもダメですよ。事実なのですから。ありがとうございます。調査には明日からすぐかかってください。お急ぎの様子なので。それはないです。こちらで全て伺ってますので。報告は毎日お願いします。電話だけでもいいですから。京一郎くん、それではお気をつけて。
にここはお前の家じゃないぞ。俺は家族になった覚えはない。舞子が来たが、琴子と一緒にお前の部屋に行ってるよ。留守番をほど繁盛しているなら、付けを払ったらどうだ。おお、そうか。じゃあしばらくは忙しくなるのか。ずいぶん短期間だな。で、どんな仕事なんだ。そういうの、言い訳っぽい。おかえりなさい、京一郎さん。ねえ、京一郎、仕事が入ったって本当？うん、それは言わなくても分かってるけど、どんなの？これが探偵の実情なのよね。探偵っていうより京一郎にできる仕事レベルだな。
寝る前にちゃんと済ませておけって聞いてなかったの？けど、うん、良くないけど、ことこさんもいるんだから気をつけないと。